ロノゴロベイは、情報落語の名跡。初代は、軽落語の祖とされる。現在は、秋名跡となっている。二代目ロノゴロベイは、落語家、大阪にわかのにわかし。本名、赤田川一郎。情報落語協会会長、日本演芸家連合副会長、番詐欺占流本社同人、日本の卒中協会会員などを歴任した。生前の所属事務所は、MC 企画。 ゴロベイ事務所。祖父母が京都重ゲカの映画撮影所の裏で芝居や舞踊の稽古場を営んでいた縁で、1938年12月7歳の時に、ラ・カド・コウザブロー主演の映画、暴れ出した孫悟空に小さくなった孫悟空役で出演し、子役俳優となる。その後も、俳役などで映画に出演。その後、一家で中国、 諏訪島市にわたり、諏訪島日本東国民学校高等科卒業。中国にて終戦を迎える。1946年に家族で京都に引き上げた。同年、生活の糧を得るため、足野や岩玉の主催するコロッケ劇団に所属し、足の家春一を名乗る。同劇団は、敬遠劇を標榜していたが、その実はにわかを売り物にしていた。地方巡業や、 京都の復帰にて、前座修行する。1947年11月、恵比須橋小畜の楽屋で2代目、桂春ラハに、落語家にならへんか、とスカウトされ、ガンダマや林田重郎の勧めもあり、正式に入門して、桂春坊を名乗った。落語家としての初舞台は、京都座だという。以降、二代目、春ルダの側近として、修行を重ねた。 晩年の三遊亭シンクラに可愛がられ、心座シンクラが階段話を演じるキーワーに客席に乱入する幽霊役を演じたという。1953年、上方赤手落語家が恵比寿橋小区派と宝塚落語会派に分裂した際に宝塚へ行く。しかし、そのまま経営劇の宝塚シンゲーザーに入団し、俳優として活動。 しかし1958年に舞台から転落する事故にあって大怪我を負い休業。1959年、情報落語協会に入会し、落語会に復帰とともに入会を許される。松竹芸能に所属、道頓堀格座等に出演した。1960年10月、二代目カツラ賞、春男児を襲名。1963年、 日本ドリーム観光へ移籍。千日劇場で公開収録された関西テレビお笑いトンチ袋の回答者として活躍。1967年4月、吉本工業に移籍。1968年4月に吉本側から解明を促され、前述の初代路のゴルベーの流れを組む二代目、つゆの五郎を襲名した。本業の落語の傍ら、俳優として、 テレビドラマに多く出演した。1980年、吉本工業を離れて、フリーとなった。1987年に、定号の表記を、炉の五郎に改める。1994年、情報落語協会会長に就任し、2003年まで、務めた。2005年10月、全名、五郎の由来である、大名跡、二代目炉の五郎兵を襲名。同年には、 歌舞伎の四代目、坂田東十郎の襲名披露もあり、了解揃って、数百年ぶりの名跡復活が話題となった。晩年は病に苦しみ、2002年9月に脳内出血、同年11月には原発性マクログロブリン血症を患った。2009年3月30日、多臓器不全のため77歳で死去。中院議教は、ロノゴロベイ一門の縄文である次女。 菅原咲の影響で2003年10月26日に妻と共に洗礼を受けたキリスト教徒であり、教会やキリスト教テレビ伝道番組のハーベストタイム等で落語や講演を行った。信仰生活に関する著書を上司したほか、次女との共作の福音落語も演じた。双子の娘がおり、そのうちの姉は女優、落語家のロヌキ教。妹は 一般人で、単立、西宮北口聖書集会の牧師と結婚。この娘婿は、滋賀県立東市の立東キリスト教会の牧師として、赴任していた頃、ゴロベーがキリスト教徒になるきっかけを作った。姉の気境も妹の影響で、キリスト教徒となっており、落語にキリスト教のネタを取り入れた、福音落語を行っている。前座時代は、初代。 桂春ラ・ハを踏襲するなど爆笑派だった。やがて中国の古典文学を題材にとった、西遊記、水古伝などの新作落語や、猿飛佐助淀川ケ、つドガワ・ツなどの講談、歌舞伎の本案を手掛けるようになり、長寿ると古典の演唱話、怪談話を得意とした。怪談は、怪談の頃の異名を取るほど、高く評された。演唱話については、 小話の研究や収集に関する複数の著書を持つ。音源が残る陰目に、赤王女断絶、阿弥陀ち、浮世床、うなぎ屋、野辺洋博、大宮デッチ、小本芝居話、鏡山、神経重ねが淵の投資、タコ坊主、大丸屋、騒動、大名道具、竹の子手打ち、鉄砲、祐介、猫の災難、ネズミの耳、初天神、羽根付き、宮山隠れ、 村芝居、メガネや盗人、目薬、雪の子守歌、雪の戸田川、夢八、四谷階段などがある。若い頃から東京の落語会との交流を持ち、落語協会の客分となって定期的に東京の寄席に出演していた。二代目三遊亭百世に主粛し、大家、八代目、林家昭蔵からも芝居話や怪談話をいくつか授かっている。やがて、 それら東京のネタを改作し、髪型にもたらした。二代目五郎時代より、東の旅の欠落していた部分の復刻に尽力した。晩年の五郎兵時代に、前編演じ、またその名称を巡るという壮大な計画を立てていた。大阪に和歌の数少ない伝承者の一人であり、二代目一輪亭花坂に、支持し、二代目大阪や町人や、三代目一輪亭花崎を襲名した。 一輪亭花咲の名跡は、後に、弟子の路の段四郎に譲り、自ら初代路の五郎兵が晩年名乗った、一寸路九を、一寸路九という字で襲名した。九を用いたのは、九を用いて引退すると、勘違いされるのを避けたためという。関連書籍前列左より、春保、二代目、昭福亭松之助、立花野炎次郎、四代目、桂文枝、三代目、 桂米ラ小福亭小鶴、三代目、桂米之ヨ後列左より未老吉、カツラあやめ、極道湖南亮、六代目、桂ツ古文を、桂麦団を治む、奥野茂。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ、ロノゴロベコトバンク転居はヒソトアソシエーツ編。 新鮮芸能人物辞典明治平成、ハット a b c d 来1 5回情報演芸の、殿堂入り大阪府立情報演芸資料館、ABC 路のコロベイさん死去階段や艶話に、定評ダッシュ NIKKANSPORTS.com、2009年3月31日、ABCDEFGHI 伊沢ひさる、髪型を入れ袋名人の心と、 芸1988年、東方出版ピアニッシも、138から141同時期に2代目、桂ツラコ長が、月定課長を襲名している。ABC 路のゴロベーことバンク転居は、講段社デジタル版日本人、明大辞典プラス、ありがとうございます。